はい、こんにちは、ブームアップゲームスの河合です。はい、こんにちは、声優の高井舞香です。はい、こんにちは、スタン・スミスです。宝トミーのハフリです。低くないですか？テンションが低くないですか？ちょっと上げていきましょう。上げていきましょう。上げていきましょう。はい、ブームアップゲームスがお届けする動画番組、題してゾイド・フォー・ユー。はい、決まりましたね。はい、はい、本日も無事に始まりました。早速、高井さん、はい、番組趣旨の説明をお願いいたします。はい、この番組ではタカラトミー様より配信中のスマートフォン用ゲームゾイドフィールドオブリベリオン、略してゾイド4の魅力とゲームを楽しむためのお役立ち知識をご紹介してまいります。はい、ありがとうございます。もう9回ですよ、皆さん。9回の裏ですよ。どうですか？はい、向かい風の中、9回の裏ですよ。ここからですよ。向かい風いります。この番組ではですね、まあ、視聴者、そして何よりゾイド4プレイヤーの皆様のご意見にですね、できるだけ寄り添う形でお届けしていたんですけれども、まあ、ちょっとここでですね、これまでのおさらいと現状ということで、はい、振り返りをしたいかなと思います。はいはい、思えば、まあ、ゾイドゲームの方ですね、はい、フィールドオブリベリオンにも、頭が色が9回の裏、9回の裏になってて、なんか今1回からスタートみたいな。スミス。ちょっとここでですね、出演者の皆様に、うん、その、まあ、今現状と振り返りということでちょコメントいただきたいなと思うんですけれども、うん、じゃあもうさっき吹き出しちゃったスタンスミスさん。そうですね、1回の表からいろいろありましたけど、はい、でも、はい、僕あんまりねゾイド知らなくて始めたんで、ゾイドに愛着が湧きましたね。本当ですか？やっぱり最初狛犬からスタートしたじゃないですか、はいはいはい、マンドウルフうーんってやってて、シールドライガー行ってみたいなところでだんだんこう覚えてきて、ゾイドの歴史にも触れて結構楽しんでますね今。じゃあもうどこに出しても恥ずかしくないゾイダーだと。いや、これはちょっとね、うんとは言えないです。言い過ぎたかな。じゃあ高井さん。はい、そうですね、私はあの番組で新しいゾイドが出るために、はいはいはい、プレイをでもねやってくれるので、うん、あ、こ次はこんなゾイドを買いたいなとか、うん、やっぱりこの動画を通してすごくゾイドのゲームを続けていきたいなっていう気持ちになってます。うん、なってます。もうね、僕らなんか9回裏で紙また戻すのかよ。あのユーザーさんが目安箱とかにね、まだまだあの答えれてないところもあるとは思うんですけども、やっぱりこう一歩一歩ね、うん、進んでるとは僕は思ってるし信じてるんで、それをあのいつか必ず良かったねって思ってもらえるように進んでいきたいなと思っとるんですよ。なんでその目で見るんですか。目安箱の話出ましたけれども、まあ、たくさんですね、日々ユーザー様からの書き込みがあるわけですよ。いっぱい来てますね。はい、振り返りだったらここでやっぱりちょっとそのあたりを読み上げてみたいなと思うんですけど、わお、高井さん、はい、読み上げていただいてもよろしいですか？結構厳しい意見も書いてありますね。いっぱい来てますよ。まあ、これ読み上げて誰か答えるの？いや、決まってるじゃないですか。誰が答えるっつったらもう、ハブリさん以外いないじゃないですか。そうですよ。じゃあ、はい、ありのままに読んでいきます。はい、はい。ではまず、奈良市のゴジュラスズキさんにいただきました。はい、はい、読ませていただきます。はい、ゾイド 4U シャープ7見ました、うん。アップデートでマッチング改善されましたかね？に対して、そうでもないかも。と、本音をポロッと出しちゃう広報のハブリさん、自分は好きだな。運営とユーザーの板挟みの中で頑張っている感じがにじみ出ている。ハフリさんもブームアップゲームスの皆さんも私は頑張っていると思いますよ。問題は会議室で起きているんだろうな。とのことでした。ありがとうございます。ありがとうございます。自演じゃないですか？いや俺ね、俺家でね、あ、今日も辛かったな仕事って突っ伏しててね、このスマホでこれ見て立ち上がったからね俺。これを読んで、どこの誰ぞ知らないけどね、まだまだいける、ご飯でもご馳走したいですよ。本当にありがとうございます。じゃあ他にいただいてる意見ですね、頑張りますよ。続いては七市のゾイドズキさんにいただきました。ありがとうございます。VS なんだからさすがにマップ増やさないとね、下側の本拠地に敵が張り付かれると見えません。上に対して不利です、うん、横モップでも出してくれ。隠れる岩を増やしたり、速度や弾速を低速させる沼地など、沼地の影響を受けないゾイドやパイロット、まあ、手半の時からそうだけど…てんてんてんとのことでした。はい、すごいですね。まあ確かにね、ゾイドって言ったらこう、いろいろな局地
地で戦うためのタイプがあるじゃないですか、うんうんはい、なんかそこの特性を生かした、はいはい、なんかマップとかあると嬉しいなっていうのがありますね。これはね、僕もまあ、適当なこと言っちゃうと怒られちゃうんですけど、はい、これはまあやりたいし、やるべきだし、まあ、やる話もまあちょろちょろ出てますし、近い将来、はい、やっぱ何かしら新しいマップっていうのは出ていくだろうと、はい、やっぱりファンがね、思ってること、待ってることっていうのは、やっぱり僕らも答えていきたいなっていう気持ちはあるんですね。ゾイドらしい何かこう、うん、エッセンスが出てると嬉しいですよね。そうですね。はい、これはもうぜひやってほしいと思ってますし、はい、やりたいと思ってます。はい、お、力強い。すごく前向きな気が。見やすい、見にくいっていうのは確かにその通りですよね。ああ、まあそうですね。見やすいの方が見にくい。そうですね。ユーザーの皆様のご意見をですね、ハウリ様にきちんと、はい、受け止めていただいて、持ち帰るものは持ち帰っていただいてですね、そのまま帰らぬ人になる可能性は十分にあるんですけど、持ち帰ったままね、その後彼の姿を見たものはいなかった。なるほど、白い巨頭がまた大型ゾイドのチップをね、そうそうそう、剣道しないまま、剣道しないままね、剣道しないままどけちゃったぞみたいな、十分ありますが、ハウリさんのことは決して忘れないんで、はい、頑張ってください。はい、そんな万が一の時もこれからもゾイドの方は盛り上げていきますから、安心して、そうですね、そうやって言ってもらうのはありがたいな、安心して行ってきてください。はい、行ってきての、行ってきての感じが違いそうですけど、ハウリさんがとにかく土幻化戦といかんと思ってくれてるうちは、我々もですね、全力でサポートしていきたいと思いますし、ぜひ視聴者の皆さんもですね、期待していただきたいと思います。はい、はい、それでは今日も元気に頑張ってまいりましょう。はい、今回から始まります新コーナーです。はい、はい、題して、お、戦場のスタンスミス。はい、握手。お、神さん、はい、3連勝してください。何を VS モードで、なんか3連勝すると何かある、視聴者の皆さんにはいいことあるかもしれない。そうですね、はい、このコーナーなんですけれども、ゾイドのセッティングとか、どのゾイドを使うとか、そういったものは全てもスタンスミスさんにお任せします。ああ、じゃあどれを使えっていうのは指定はないですね、はい、3連勝した暁にはですね、はい、番組の最後に視聴者の皆様に何やら素敵なプレゼントがタカラトミー様から提供されるというお話を伺っております。さすがハウリさん、しょうもないもんだけどね。どんなプレゼントなのか番組の最後にお知らせいたします。勝ったらね、勝ったらね。もしスタンスミスさんが3連勝できなかったら、はい、プレゼントもなし。お預けでございます。なし、何なんだその、一切かかってますね。なんか僕の責任に全部ズームアップゲームズの、はい、責任もせず、タカラトミーの責任もせず、俺の責任で、分かった、分かった、番組で、分かりました、はい、分かりました。そう言うだろうと思って、はい、一応ですね、これを用意してあります。あー、これは、はい、大キラこちらです。いやー、これ大きいですね。まあ、ここはですね、まあ、ユーザー様と同じ環境でということで、ね、まあ、若干の設備投資というか初期投資は、はい、そうです、ご用意しました。何に使うか、はい、使い方はもうスタンスミスさん次第、要は勝てばいいんです。運用方法はお任せしますので、はい、3連勝目指していただきたいと思います。頑張ってください。ゾイド4ユー、はい、9800ゾイドゴールドの補充が済んだということで、もうここからはスミスさんの思うがまま、はい、3連勝するために最適解を見つけてください。どうしますか、はい、まずね、はい、コンテナ回そうかなと。おっ、で、今、はい、ジェノブレイカーが、はい、まあ、出てから、はい、ちょっと家電新しいの欲しいなとか、ほうほうほう、あるんで、ちょっとジェノブレイカー装備を、家電新しいの欲しいなって、ビッグカメラ、ビッグカメラに欲しい、粒子砲ね、はい、粒子砲ゲットしたいと。当たんなかったらもういいっすか、もう、知らん、もう、目安箱に書くんだよ。わかりました、はい、それではですね、セッティングタイムといきましょう、はい、まあ、一応考えてるのは、はい、こちら、お、ライガー、グレードライガー、グレードライガーにしたい、もしくはこれですね、ジェノブレイカー、ジェノブレイカー、どっちか、はい、まあ、ブレードアタックはお持ちでしたよね。持ってますね、確かにね、ジェノブレイカーは今すっぴんと。もうすっぴんです、何も持ってないです、はい、どうしますか。え、ガチャです。これはもう、あ、もうガチャ、もうガチャですよ、もうガチャ、ガチャしかないです。男気ガチャ、もうこれはグレードライガー、はい、あ、ジェノブレイカーをここに出しといて、ガチャコンテナ、新しい、あと新しいパイロットも欲しい、はい、うん、
カタリナ、うん、カタリナちゃん、はい、いきます。カレニュー賞2種類ありまして、ジェノザウラー用と、ジェノブレーヤカー用があります。レッドアイズ、おー、これレッドホーンの専用武器ですね。レッドホーン使うの、はい、自動合成されたんで、今もうお持ちのものということですね。はい、そうなんですね。はい、EX レベルが徐々に上がってまいります。はい、自動合成があったじゃないか。はい、X レーカーか、カレニュー賞 GB が狙い目のアイテムですね。いいやつ、初めにイエーイ、ショーン誰だよ。イエーイ、まあ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 、1回目はもう1個出たからね、はい、使ってこそっていうのはありますからね。はい、1個当たる、絶対 SR、 僕はね1個、はい、当たるつもりで回してるんで、まあ、さっきね、SR の武器1個出てますからね。そうですね、はい、レッドアイズが、でもレッドホン使えてもお持ちかもしれない。出ないですね。早いよ。いやー、ショーン、ショーン2人目、ショーン、お前ショーン乗せるべき、ショーンもいらないでしょ。お、あーゼノ、家電流賞ゲット、やっぱジェノです。ジェノのね、ジェノの方ね。ラウラーいらんから。いや、結構引きいいじゃないですか。引きはいい、引きはいいっすよ。これはもうネタでしかないよ。ちょっと、もう何回目のショーン、ショーン、ショーン、だって今日初ですよね、引いたの。そうです、ね、しかも3回じゃないですか。というわけでですね、サブパイロットどうだ、はい、そうです、そこは大事です。ショーン、ショーン、ショーン、はい、防御力いらねえなー。ショーン3までなりましたよ。いや、もうトリンキーです。トリンキーで、ショーンのアピール虚しく、はい、ショーン、もうショーンボリってね。さあ、まあ、設定はね、はい、デストロイヤーにコマンダーにの構成で、はい、あ、悪くないですね、はい、うん、バランスを取って、ただコマンドウルフにはちょっと怖いですね。そうですね、はい、油断してるとね、コマンドウルフだからいい勝負になりそうですね。ですね、まあ、ジェノザウラーは結構遠距離からの攻めっていうイメージありますけれども、相手ジェノブレーカーなんですよね、うん、で、なんかジェノブレーカーに関しては、遠近どちらもいけるっていう専用ウェポン使えばっていう話だったんですけれども、はいはい、ガチャ感じ当たってるかですね、果たして持ってるかどうか分からないですよね。 X ブレーカーちょっと分かんないですからね、うん、見た目に回したんだよ。でも家電流子を打ってきたらもう、あー、当たってスタン・スミスさんがさっき引いてた家電流子ですね。引きそびれて GB ついてなかった方。あ、スミスさん、スタンプのご挨拶も、いや、しないですよ。なんでですか。そんなしてる暇ない。これで、いや、これ上2人で運気が変わります。もう運気も変わってるんで、こっちもう一人いないんですよ、もう。さあ、容器が今下の方から移算しましたね。いけんじゃない。あ、出てきました。ライガー、向こうもライガーですね。ライガー、あのカラーリングかわいいですね、はい、そうですね、白に赤のね、ポイントが入って、倒してます、はい、無残に倒れてますね。はい、一瞬どっちだって思っちゃうんですね。やっぱ一度カラーリングのショップに行って見ておくの大事かもしれない。大事ですね。あのコマンドルフも、青いコマンドルフとか、うん、一瞬シールアイがかなって思っちゃうんですね。どれだけ今やられて時間稼げるかですね。あー、なるほど、うん、こっちが大型ゾイドを建造して着弾するときに、あー、これキッズ、もうここで、はい、軌道メモリーがちょうど手元に来ましたね。勝ち筋が右は壊されるんで、はい、もう、はい、左突破しかないです。左を攻める、はい、はい、活路はもう左に見出したというところで攻めて、左を制するものは世界を制する。何言ってんすか。何言ってんすか。何言ってんすか。ボクシング言うじゃない。もう今視聴者プレゼントかかってる。あ、まあ、そっか、激戦の最中ですよ、まあそうですね、集中しなきゃ、はい、左を制してほしいな、はい、左を制するのは左に拠点おられちゃったんですからね。制されちゃってるよね。カウンター食らってますからね、今。さあ、大型ゾイドが無事建造されました。これを守る。そうですね、ここをうまく守ってどうにかしていきたい。お、うまく処理しましたね。サガダライガーを消しておけば、さすがにコマンドルフじゃもう耐えられないですからね。即死ですね。でもいい感じ、今倒せてるんで。処理できますね。ジェノザウラーがいい動きしてくれてますね。さあ、デスザウラー止めに、あ、もう結構いじめられてるね、あのデスザウラー。リタイアですね。リタイア。最後の最後の。いや、スイスさん、最後の諦めない。リタイ
味方の期待だってまだ最後まで戦ってるじゃないですか。ですよ。嫌だよ。最後まで諦めない。さあ戦場をかける風。もう風がね。1秒。向かい風しかないですよ。向かい風。向かい風の中を第9回。第9回。はい、9回の裏。裏。ひっつ。近くに狙われてますね。まあデストロイヤーにコマンダーにってなってくるともうこういう状況、ね、味方もよくね頑張ってますよこれ頑張ってますねよくね3本折られてないと思いますよ、はい、まあでもこの戦いのね反省が次回に生きる。そうですね。あー残念、これはもう味方拠点が全部落ちました。いやタイムアウトですね。終了。これは辛い。今回の戦場のスタンスミス、はい、3連勝チャレンジは残念ながら失敗。まあ、ちょっとさっきのバトルをですね振り返ってみたいと思うんですよ、スタンスミスさん、うんスタンプだね、スタンプスタンプスミス、スタンプスミスがスタンプスミスしてなかったから次回は挨拶と義理と人情ね、それだけは忘れちゃいけないと僕は思うんだ、はいはい、やっぱ挨拶があったチームワークは良くなったね。チームの士気を上げる。だから一人落ちちゃったのかな。でも相手もやっぱ上手かった、うん、上手かったですね。こっちもよく3人で入れた。結構後半は良かったと思いますね、うん、前半のやっぱり中盤あたりからその敵のチームの連携うまいなと思ったのが、ちゃんとデストロイヤーに対してコマンダーがしっかりサポート入ってるんですよね。そうですね、はい、だから2対1で必ず来るんですよ、はいはいはい、次回はもうリベンジしますよ。来た来た来た、次回でしょ。もう視聴者プレゼントがかかってるわけですからね。ごめんなさい、目安箱にも挨拶から入ろう。大丈夫の挨拶から挨拶して挨拶した時には最後まで頑張り抜こうと、はい、ということで、戦場のスタンスミス残念ながら第1回は敗退ということで、はい、次回の戦場のスタンスミスチャレンジにご期待ください。ゾイド 4U、 皆さんこんにちは。このコーナーではゾイド4の基本的な情報からちょっとレアな豆知識まで私高井舞香が解説をしていきたいと思います。イエーイ、一人寂しいですね。今回は EX レベルについてです。舞さん、はい、これから解説いただくと思うんですけど、はい、その前に1番から3番まで好きな数字を選んでください。1番から3番まで、はい、じゃあ2番にします。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、じゃあこちらで読んでください。やばい、大阪のおばちゃん。でも、まあ、私も、まあ、関西圏出身なんで、はい、じゃあ読むで。コンテナから同じメポを入手してもがっかりすることはあらへんで。 EX レベルが上昇することでメポのステータスがアップするんやで。 EX レベルが上がってもコストが上昇することはないので、コツコツレベルアップさせるのもありやで。以上、ワンポイントアドバイスでした。アメちゃんいる？ゾイド 4U、 はい、はい、情報コーナーです。羽織さん、はい、新しいゾイドが追加されたというお話なんですけれども、はい、なぜこのゾイドか。渋いっしょ。ディメトロドンです。ディメトロドンです。渋いっしょ。肩書きが最強の電子戦兵器ってことなんですけれども、はい、やばいっすよね。特徴は何でしょう。特徴はですね、これはサポーターですよね。サポーターで背中についてるこのイレがですね、前転向レーダーですよ。はい、これは専用ウェポンということなので、はい、まあ、装備させて初めて効果を発揮する、はい、ということなんですけど、なんか今までにない効果があるってことなんですよ。これ食らったらですね、はい、左上のミニマップが止まります、はい、もうちょっとこう具体的にと思ったので、はい、実際にどういう風な動作になるのか、はい、VTR の方で確認してみましょう。VTR をご覧いただいたんですけれども、これどういうことですかね。ノーシグナルってなってましたね。まんまですけれども、ね、今の表現は、はい、相手がどこいるか分かんないよ。これじゃあもう道に迷っちゃったよっていう感じですけれども、うん、あれ実際に、はい、まあ
いや実践レベルで運用するとしたらどういう活用方法があるのかっていうのが楽しみですね。やっぱりそうですね、はい、まあ、サポーターなのでやっぱこうねこう味方を支援しながら相手の邪魔をしていくっていう、はい、なんか RPG でいうところのそのロールでいうところなんかまあ僧侶とか魔術師みたいな感じでこう周りを支援しながら回復もできるみたいな、うんうん、賢者じゃないですか。賢者ですね。さすが 最強の電子戦兵器噛んでしまいましたけども、はい、実際の動作に関してはですね、うん、ぜひ皆様の目で確かめていただきたいと思います。ゾイド 4U、 はい、ゾイド 4U 第9回裏もうさよならの時間になりました。なんかもう新しいコーナーや、はい、まあいろいろ新しい情報もあったりで、なんか今後に期待できそうな9回目になりましたね、はい、そうですね、はい、期待だけに。期待してもええんやで、10回はあるのかな。延長戦ですよ、まあね、待って、視聴者プレゼントもなし、そうですね、はい、コーナーそれで終わりとか言ったら、もう視聴者の皆さんから何やってんだって言われちゃいますから。確かに、はい、ムーンオブヘブンでは本番組ゾイド 4U だけではなく公認攻略サイトゾイド 4NOW を運営しております。こちらではデータベースや初心者向けの攻略記事などの情報やコミュニティフォーラム目安箱もありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ウェポン一覧も新しく掲載されましたので、ぜひ参照してください。はい、ください、はい、こちら URL はですね動画説明文に載ってるので、ぜひぜひ皆さんこちらを見てください。そしてこちらのチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、はい、まあ、新コーナーも始まったということで、うん、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。合言葉はゾイド 4U。